今回の動画はすごく刺激的な映像となっています。汚いものが苦手な方はここで視聴をおやめいただくようお願いいたします。大丈夫ですか？大丈夫ですか？発見された大量のおむつ、それを片付ける職人王さん。ちなみに好きなものは格闘技。掘っても掘っても出てくるおむつ、こんな事態は予想していなかった。心配したスタッフが王さんの様子を確認に来てくれました。ゴム手袋の方いいとかある？ここまで来たらもう素手で行っちゃうよ。どうですか？それゴム手袋でよければ堀さんにも連絡して持ってってもらうし。あ、じゃあお願いします。さすがに家はまだ我慢できる。下はちょっと我慢できる。ゴム手袋の方がねぎらいの言葉、ねぎらいの言葉だと。頑張ってる王さんにゴム手袋とねぎらいの言葉をお願いします。すぐさん、はい、どうぞ。ついに手袋や他の物資が到着。ありがとうございます。畑仕事みたいな。まるで農業をするかのような雰囲気ですが、2枚2つあるから。ありがとうございます。これから片付けるのはお物です。あれ、ねぎらいの言葉は。どん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 片付けていきます。なんてなんて大変なんだ。おいや、なんか汁溜まっとる。最下層からは液状化した汚物が。ぐちょぐちょだ。カメ移動しよう。いやでもなんかいい感じです。いい感じじゃないかも。大丈夫ですか？大丈夫ですか？これのどこがいい感じなんですか？全然いい感じじゃないですよ。戻ってきて、王さん。その後も驚異の精神力を誇る王さんはついに。やりきっちゃいました。完了。今日も一日頑張りました。本当に頑張りすぎです。あ、すごい。マンションの共用部分を汚さないよう、ソウルの溝を掃除する王さん。道にまき散らさないようにして。道にまき散らさないように。